ヨハン・ヨーゼフ・シュメラーは、ドイツの肖像画家である、バイマル広告の宮廷画家を務めた。ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテのためにも働き、ゲーテを描いた有名な肖像画を残したほか、ゲーテと同時代の人々の肖像画を残した。工術筆記を行うゲーテ中林間のグロス・オブ・リン,ンに生まれた。画家を志して1815年から、バイマルの美術学校で、バイマルの宮廷画家、 フェルディナントヤーゲマンに送られて修行を続け、1824年に帰国すると、ヤーゲーマンの仕事を継いで宮廷画家、美術学校の教授となった。バイマルで晩年を過ごしていたゲーテに仕えることになった。シュメラーの最も有名なゲーテの肖像画、口述筆記を行うゲーテは、ゲーテ没後の1834年に描かれた。 ゲーテを訪れた人々の多くの肖像画を残し、100点以上の肖像画がゲーテ国立博物館に残されている。ありがとうございます。